下道場のまりこです。今日はこれからの季節にぜひとっていただきたいハーブのご紹介をしたいと思います。1番はですね、こちらのハイビスカスローゼルと呼ばれるものですね。でこれは皆さんがよく知ってるローズヒップティーって赤いですよね。でその赤は実はローズヒップではなくてこのハイビスカスの色なんですね。こちらはですね、植物産のクエン酸、リンゴ酸、ハイビスカス酸っていう酸がですね入ってるので、どうしてもすごく酸っぱいんですね。でもその酸味がすごく体にはいいんですけど、だからむくみとかですね、利尿作用にすごくいいです。で利尿作用があることによって体の循環が良くなって、疲労回復にもよく使われています。スポーツされてる人なんかも是非取っていただきたいです、これは。でそのローズヒップティーによくブレンドされてるのがこちらのローズヒップ、こちらですね。これはよく紹介してるんですけど、やっぱりこのビタミン C の爆弾と呼ばれているぐらいビタミン C がもうとっても豊富で、レモンの20倍から40倍ぐらいのビタミン C が入っています。でこれはやっぱりお湯で抽出することによって出るので、このハイビスカスとローズヒップのブレンドティーはかなりおすすめになってきます。やっぱビタミン C はですね、ストレスとか、疲労とか風邪の時とかですね、やっぱり消耗されやすいんですね。なのでビタミン C をたくさん取ってあげて、その白血球っていうのがですね、ビタミン C を取ることによって活性化してくるので、ビタミン C はたっぷり取るようにしてください。ブレンドするのにおすすめなのがこちらのステビアですね。3種類とも一つ一つ飲むにはちょっと飲みにくいものたちなんですよ。でステビアがですね、甘味料としてよく使われているハーブなんですけど、お砂糖の200倍ほどの甘味が入っています。でもお砂糖みたいにカロリー高くないし、虫歯予防にもなります。あとダイエットされている方にもおすすめなハーブです。かなり甘いです。なので入れすぎるとちょっと甘すぎて飲みにくくなっちゃうし、入れなさすぎると酸味が強くて飲めないっていう、ちょっとバランスはちょっと難しいんですけど、自分のそれぞれ好みがあると思いますので入れてみますね。どのくらいって言ってもですね、前にも紹介したんですけど、ハーブティー1杯分 200cc ぐらいのハーブティー1杯分は 2.5g から 3gのハーブを使うといいです。なんですけどちょっと多め、濃いのがいいとか薄めがいいとか皆さんあると思いますので、それは個人個人でね、いろいろ試されてみてください。ハイビスカスですね。でこれはですね、かなり原型のまんまなんですけど、入れられる時は時間がない時とか特に攪拌してハーブティーにしてあげるとすぐ抽出されます。で時間があるんだったらね、この形を楽しむために形があっても良いと思います。で形があるものはですね、やっぱり抽出に少し時間がかかるので、最低でも5分で10分ぐらいは置いた方が良いと思います。でローズヒップですね、ローズヒップ、好みなんですけどね、このくらいかな。なかなかね、ちょっと本当に単品シングルじゃ少し飲みにくいですね、これは。で私は甘いのがあんまり得意ではないので、少し入れてあげます。これは98度のお湯ですね。98度のお湯をに蓋をして香りが逃げないようにします。でこの状態で5分から10分置いてください。はい、こちら出来上がりました。こんな色になります。はい、で、この赤の色がこれローゼルハイビスカスの色ですね。綺麗ですよね。女性が好きなんじゃないかな。だからやっぱりローズヒップティーって売れてるのかなって思うんだけど。でハイビスカスだけでももちろんいいんですけど、やっぱりローズヒップとハイビスカスのブレンドはもう最強だと思います。夏は特に。でこの赤い色なんですけど、これアントシアニンっていう成分なんですね。でこれは眼性疲労、目が疲れたなってパソコンとかですね、携帯とか皆さん見られると思うんですけど、テレビとかですね。で目が疲れたなって時にこのハーブティーを、ハイビスカスのハーブティーを作って冷やしておいて目にパックとかしてあげるとすごく落ち着きます。はい、でこのブレンドはですね、もちろんホットでもいいんですけど、ね、ホットの方が体にはいいんですけど、夏はねあんまり熱いものって皆さん取りたくないと思うので、これはですね抽出して冷蔵庫に入れておいて、氷なんか入れたりとか、あと炭酸割りとかして飲むとすごく飲みやすくて美味しくなります。いただきます。うん、やっぱ飲みやすい。ステビアちょっとでいいかもしれない。だけどステビアはカロリーがないんではなくてすごく少なめっていうことですね。さっき説明不足なんですけど、全くないわけではないです。だ取りすぎも良くないっていう。はい、あとですね、ちょっと番外編番外編なんですけど、これですね、フィーバーフューっていうハーブなんですね。で今の時期やっぱり気温が上がったり下がったり、雨が降ったりドヨーンっていう気持ちになったりとかで偏頭痛とかになっちゃう人多いと思うんですね。偏頭痛持ちの女性とかすごくよく聞くんですけど、私も持っている一人なんですね。でこれは鎮痛作用がとても強くて、頭痛だったりとか生理痛、あとは関節痛ですね、痛みにすごく効くハーブなので、こちらもぜひおすすめしときたいです。でちょっとシングルはですね、こちらのハーブキク科なんですけど、ちょっと苦みがあるんですね。なので本当に痛い時は全然もうシングルでガーって飲んじゃっていいんですけど、苦みを抑えたいなって時はルイボスとブレンドしてあげたりとか、あとハニーブッシュっていうハーブがあるんですけど、それが蜂蜜テイストですごくちょっとまろやかな味になるんですね。それとブレンドしてあげると飲みやすくなると思います。はい、これからの季節にぜひお試しください。ハーブって緑のお薬って呼ばれてるんですね。ハーバルセラピストの中では普通のお薬のことを白いお薬、ハーブのことを緑のお薬って言ってるんですけど、その緑のお薬を使って、家庭でですね自然治療っていうか薬を使わないで治療ってできると思うので、前もってやってればですね、別に白いお薬を飲むなって言ってるわけじゃないんですけど、だいぶですねうちも本当に何年もお薬は使わないで来ているので、ぜひこれからもですねこういったものを利用して、緑のお薬としてハーブを利用してご家庭で使われてみてください。はい、これからもいろいろご紹介していきますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。